やんのか。まだな、キルちゃん。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ、てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。いらっしゃい。
ああ、ボスはどうぞ。Thank you.
お、桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい？登場界の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おいおい、10年前、堂島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは？3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。
強いやつとやってもらう。準備ができたらまたな。準備できたか。おっと、じゃあな。準備できたか。おっと、武器か。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルーカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。挑戦者が決まったようです。
驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスター・ホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、途上界の100億とユミとミズキって女の話だったな。途上界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東上界は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東上界で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘ハルカか。なんだって？東上界は瑞希の娘を探している。ハルカ今俺と一緒にいるんだ。ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かハルカだった。それがユミかミズキってことは？さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。
お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？こいつは。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？なんだ。ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。